エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はコーチング企画をやっていきたいと思います。応募いただいた方は XP2100 のトライストリンガー使いの方ですね。ありがとうございます。で、こちらの方の最近の悩みっていうところなんですが、スペシャルのタイミングがわからないっていうことらしいです。まあ確かにメガホンの使いどころって難しいですからね。で、いただいた試合に関しての悩みとしては、矛を持つタイミングがわからないというのと、味方が矛を持った時にどう動けばいいのかわからないということでした。矛に関しては、確かに矛をどう持つのか次第で、まあ、その知識の差が出やすいかなというところもあるので、なかなか難しいところかなと思います。ではこの点を押さえた上で、まず試合を見ていきましょう。
はい、っていう感じでしたね。で、そうですね、全体を見てまず僕が感じたことをまとめていきたいと思います。で、感じたこととしては2つほどありますね。1つ目は試合全体を通して相手のチャージャーが自由に動いているっていうことです。まあ、これは後衛への圧が足りないっていうところにもなってきますね。で、この試合なんですが、そもそも前衛が少ないので後衛がしっかり圧をかけ切るっていうのが非常に大事です。またはキルを取るっていうのが大事ですね。この点を考えると試合を通して味方のリッターが矛を持つ時間が長いんですよね。で、圧をかける相手がいなかったことが原因になるかなと思います。スプラチャージャーって普段きつい理由はリッターがいるからっていうのですからね。なのでこの場合弓が率先して持つ、またはまあ農地の方かなと思います。で、弓の場合なんですけど、実は弓と矛射の射程って変わらないんですよね。まあ、爆風入れたら矛ショットの方が広いです。リッターよりも弓を持った方がチームの射程差というところでは有利になることが多いです。なので正直僕は弓が持った方がいいなという考えではやってます。また今回のような積極的なリッターさん結構持ってくれてましたからね。ああいうリッターさんはそうそういないと思います。で、リッター基本最後尾でキルのチャンスだったり、まあ、ここは持てるなっていうシーンでしか持たないっていうことがあるのでかなり珍しいなと思いました。なのでこういう時は射程で負けてる弓が持つ意識っていうのがいいですね。ただこれがバレルだったりとかそのスピナー系だった場合はどうなるのかとありますが、正直塗りの強さとかキル力とかを考えると弓が持った方がいいなと思います。基本的に弓が持つ方がいいなと思いますね。続いて2つ目なんですが、高所や有利ポジションへの圧が少ないというふうに感じました。例えば高所ですが、左右の敵高台だけでなくこういった壁裏にいるだけで邪魔になる場所も抑える必要が出てきます。打倒の場合はこういった場所に敵がいるだけで味方が動きづらいですからね。逆に言えばこの場所を抑えるだけで相手への射程が届くだけでなく抑え込みがしやすくなります。なるべく取っておきたい場所、邪魔しておきたい場所となります。で、全体的に気になったのはこの2つですね。で、矛運びに関してなんですが、この試合で運べるかって言われたら正直持つタイミングがほとんどなかったなと僕自身は思ってます。結構我慢を強いられる試合だなと思ってました。で、その理由なんですけど、人数有利を作れたタイミングが敵の攻めた後だったからですね。基本的にカウンターを入れるっていうシーンが多かったです。なのでそういった意味でもなかなか持つタイミングが難しいなっていうよりかは自分たちで持つシーンを強制的に作らないといけないっていうことが多かったのかなと思います。まあ詳しくは後ほど質問コーナーで回答していきたいと思います。それでは試合を左右したかもしれないシーンを3つ見ていきたいと思います。まずこのシーンなんですが、敵が1人左に抜けていってますよね。で、右3枚いるっていう状況です。で、このシーンを見ていくと左に対して圧をかけてるんですがここで逃がしてしまいます。で、こうなってきた時に右が3枚詰めてきてる状態で左の1人が逃げてきてると、で、ここで4人揃います。で、この状態になると前に4名の敵がいる状態になりますので、この後中央を通ってくるっていう可能性は十分にあり得るんですよね。しかも1枚落ちてる状態なので敵の前衛というのは強気できます。で、この後通るルートっていうのがちょうど足場が濡れてますがここを通ってくるわけですね。なのでこの場合やられる確率がぐんと上がりますので、足場塗りまたはポイズンをするっていうことが重要になるかなと思います。ここ打つんですけど抜けられてくるんですよね。で、ここで想定として敵が近づいてくるっていう想定ができていればポイズンを投げる、またはもう早めに引く、メインで引くっていうことができるので、まあ、逃げる時間っていうのも作れたはずなんですよね。で、処理が追いついてないな、やばいなとか場所が譲れないなっていう時に関してはインクに余裕があればポイズンなどを積極的に投げるようにしていきましょう。特にこのシーンちゃんと投げてるので時間稼ぎできてますよね。で、味方も来て結果的に全員で倒せるっていうシーンになります。
で、インク残量が足りなかったから投げれなかったんですよ、さっきのシーンっていうのは。なので何回か攻撃して打ちながらそのままチャージして狙うってことをすると思うんですけど、ちょこっと、まあ、ちょっとずつでもいいので異界道を挟んでインク管理をするといいかなと思います。意外と弓って異界道を挟むとインク回復してなかなか切れなくなるんですよね。このあたり結構いいところかなと思います。続いては2分経過したあたりですね、カウンターのチャンスがある部分です。ここのシーン、このシーンなんですが、相手2枚落ちてる、でノーチェラスが落ちてるって状況で、後衛2枚にチューター1枚という状況ですね。でこの状態なんですが、まあやれることとしては最前線に出て足場を塗るということか、矛を持って少しでも前に持っていくか、矛ショットでクリアリングをするっていうのが一番いいです。で今回はメガホンを使って前に行くっていうところなんですが、ここ相手の復帰が早いですよね。なのですぐ防衛っていうのが始まってしまいます。ただ面白いのが押し込みがうまくいくんですよね。ホコショットのおかげと弓の曲射でちょっとずつちょっとずつ押し込んでいけてます。ただここでホコ持ちが右に行ったことにより相手のチャージャーがここを攻撃し始めます。で味方のおかげで一応相打ちで、かつ人数は 2-2 という状況になりました。で正直この状況であれば、ルート的に右が取れるので運ぶなら運んでいいかなと思ってるシーンです。割っておいて相手スペシャル使ってた、でこの状態で矛を持って矛ショットで加勢すれば、今味方がやられたところがありますが、あの辺りに対してルートの確保と矛ショットでクリアリングができるんですよね。運ばなかったっていうのはちょっと判断が遅かったなっていうふうに思います。でもし気になるようであればメインでクリアリングだけをしてましたが、ポイズンをしっかり投げることもいいかなと思います。メガホン代わりになるとどうしてもメガホン溜まるまでの時間っていうのがありますからね。あとはさっきのシーンなんですが、そもそも運ばないという選択をすることもあると思います。でそういった場合、運ばないっていう判断することは別に間違いではないんですが、そういった場合は積極的に前のポジションを取りいきます。ここで引かせて左高弓もでここで打つことによって下がる。でこの状態でやることとしては右側の高台にポイズンを投げて、かつ自分がそのポジションを取りいきます。で理由としては味方が右に出ているからですね。でガロンが、黒ガロンが左にいますが、あそこ正直弓の圧でどうにかなるので、ここは前に出た方がいいです。でこの状態で持たないのであれば前に、ここはもうすぐ前に出る必要がありますね。で高台を取れば、相手のこの状態だとチャージャーが多分高台、正面の高台か右のルート関門の高台に来るか、ザップが潜伏してるぐらいになりますからね。この状態だったら出た方がいいです。こうなるともう矛が縦になるんですよね。運ぶ担当が縦になるので仕方ないかなという感じです。では続いて3つ目いきましょう。でこれがあれですね、今回第一関門突破できたかもしれないなっていうところの話です。第一関門のところなんですけど、このシーン一応メガホンでクリアリングしています。でこの状態なんですが、左に2枚チャージャーと弓がいるわけですね。で1枚落ちてるので黒ガロンがどっか潜伏してるかなっていう感じかと思います。多分右高いるかな、がこの壁裏いるかなって予想してます。でこの状態なんですけど、これチャージャーさんが上手いから抜くんですよ。でなんで抜けれたかっていうところなんですが、これちょっと戻すと分かりやすいんですけど、このあと正面に圧かけれる武器っていうのが本来リッターと弓なんですよ。なんだけど代わりにノーチラスが今出ててやられるんですよね。でこうなった時に誰がするかっていうと、弓と矛所で抑えるしかなくなります。寿司に関してはもう前押さえてますからね。で矛所一発入れました。
でも左高にまだスプチャーがいます。でこの時にスプチャーに対して誰も圧をかけてないんですよね。ってなると自由な時間ができるので抜かれます。っていうことはそもそも運ぼうかなという地点でチャージャーが2枚、チャージャー手2枚弓とスプチャーだねが2枚いるのがもう分かってるので、この地点で圧をしっかりかけないとダメなことになるんですよね。なのでやれることとしてはここから爆発矢を例えば左高に打ち込んでポイズンを一緒に投げると。でさらにそのポイズンが効いてる間に右側に対して矛所と合わせて弓のチャージを打つ。でまた左のポイズンが切れそうであればまたインク回復してポイズンを投げるっていうので時間稼ぎをするのがいいです。とりあえず視界の悪さとあの機動力ですよね、異界移動からジャンプして打つっていう機動力で打ち抜いてるので、あれができなければ抜けなかったっていうことは考えられますね。でこういう関門突破でなかなか光栄が潰せれないっていう時はだいたいスペシャルが使えてないか圧が足りないかポイズンによる邪魔っていうのができていないことが多いです。弓に関しては他の武器だとまた考え方は違うんですけどね、弓の場合はそれを駆使して全力で高台を取りに行くっていう必要が出てきます。また左2枚を今みたいな感じで抑え込むができるようであれば右から来るインクレールに対しても有効に攻撃することが可能となります。結構集中できるんですよね、対策にね。なのでどこから来るかどこにいるかっていうのを分かった上で抑え込みの手段としてメインとポイズン、あとはメガホンをしっかり使うようにしていくといいのかなと思います。まあ座頭に関してはね、正直ポジション取りが難しいんで、右高を取れるか、そこからどこを抑えれるか、敵高台全部抑えれるかどうかが勝負の肝になりますので、ちょっとこのあたりはね、頑張って抑えていきたいところかなと思いますね。最後にですが、質問に関してお返事をしたいと思います。まず、この試合では矛を持つタイミングがわからないっていうのがありました。こちらに関してなんですけど、矛を持つタイミングっていうのは基本2枚以上落ちたタイミングで持つのが理想です。そのタイミングで持てるのがいいですね。でかつルートの高台へのクリアリングをしながら運べるのが一番いいです。この時前に味方がいて自分が高台を抑えるとか味方が高台を抑えてくれるみたいな感じですね。とにかく運ぶ時はデスすることが確定しているので、ちょっとのリードよりも大きいリードを狙って場を整えるのが一番大事です。だからこそ2枚以上落ちたタイミングかつルートの高台へのクリアリングを徹底するということが重要となります。続いての質問です。味方が矛を持った時にどう動けばいいのかわからない。こちらに関してなんですけど、まあ、弓限定の話でいきますね。味方が矛を持った場合なんですが、進むルートの周りの高台や敵を抑えることが重要となります。で、そのため矛よりも実は先に行くとか敵のポジションを奪いに行くことが大事になります。まあ、シューターだったら裏取りに行ったりとか抑え込みですね。スペシャルで抑え込むとかです。なんですが弓の場合はキルを確実に取るというのもあるんですけど、ポイズンとかメガホンを使って相手が混乱するような行動を取っていくのが一番いいんです。まあ、できればキル取りたいんですけど邪魔をするっていうのが大事ですね。なので矛を持った味方がいたっていう時は矛より後ろっていうわけじゃなくて矛の横並びか前に行ってかつポジションも取って相手の関門周りですね、高台を取りに行く、奪いに行くっていうのが一番いいかなと思います。それでは最後の質問ですね。スペシャルを使うタイミングがよく分からず、スペシャルが溜まったらすぐに使ってしまうことがありますということです。これが最近の悩みっていうことなんですけど、正直トライストリンガーのスペシャルに関しては必ず相手の行為を入れるようにするっていうのがまず大事です。必ずです。まあ X マッチだったらミラーで入ってくるのでバレル、リッター、スプチャーこのあたりですね、まあ、必ず入れるようにしてください。で今回いただいた試合に関しては光栄が2枚いましたので、必ずこの光栄2枚に対してはしっかり使うことが大事です。でメガホン発動の時ってなるべく中央に寄るんですよね、あの狙う相手。なのでそこで中央で寄ってしまったで諦めるんじゃなくて、画面を少しでも上の方に向けてチャージャーにロックオンされるように、向けるようにしましょう。結構これ大事です。
しぶとくこう見ておくっていうのは意外とメガホンにおいては大事なことですね。でまた使い方なんですけど、壁裏にいる敵とかは潜伏キルを狙っている可能性がありますので、まあ、ローラーだったりとかいた時はローラーに対して使うのもありですね、まあ、こういった相手を狙うのが一番いいんです。メガホンのタイミングなんですけど、抑え込みやルールの関与の時が一番いいです。でメガホン自体がキルが取れるスペシャルではないんですよね。どっちかっていうと邪魔をするとかメインのサポートをするっていうところが強いので、まあ、ガンガン使ってそれに合わせてメインもぶつけるっていうのがいいです。正直僕もどちらかというと回数を意識してガンガン回してるっていう感じですね。こっちの方がいいです。だいたい1試合7から10目指すのが個人的には理想だなと思いますね。はい、ということで今回のコーチングは以上となります。トラストの歩行関門周りの対処の仕方で結構変わるんじゃないかなと思いますね。そうなると前に出る必要がありますからね。なので運べないな、運びづらいなっていう時は多分味方もそういう風に思ってますので、処理を優先しながら歩行をしっかり運ぶっていうことを意識していくといいのではないかと思います。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。